はい、こんにちは、こんばんは、たからです。ドルの買い戻しが少し進んでいます。というのも先週の金曜日ですか、少しこのドル売り、これが止まったという環境があったんですね。この止まった環境からの買い戻し、何もそんなに大きな買いが入っているわけではないんですけども、もう少しこのドルの買い戻しは見ていくことになるかもですね。というのも本日夜の21時半になりますけども、大きなイベント CPI を控えています。まあ、当たり前ではありますけども、手は出しにくくなってしまいますよね。特にまあ昨日も一旦流れが止まって、こう調整っぽい動きがはっきり見てますから、であれば今日大きなトレンドが生まれると考える方が少し無理があるのかなと、もし流れを見ていこうと思うんであればね、やっぱりまあ CPI 後になってしまうかなと思います。まあ、絶対動かないと言っているわけではないですけどね、動くことをそもそも想定したポジション取りはできないということですね。これを踏まえて、チャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷え性が重ねています。ドルはもう先週で一旦の決着がついているかなと思ってます。下落トレンドもドルすごく弱いんですね。なので、まあ、どこかで売り場を探りたいなと思っているんですけども、ただ金曜日ですね、下ひげつけた形で一旦流れを止めています。流れを止めている以上は調整の動きをしっかり見ていくということになってきそうですけども、少しドルの買い戻しが進んでるんですね。ということはこの戻りの壁探しが、まあ、今やっていきたいことになるんですけども、まだはっきりこれが見えてないんですよね。ですからこのドルの売り場を探りたい、戻りのしていく場所を探りたいということになるんですけど、まだはっきりこれ見えてないですからね、丁寧にまあこれを探していくというのが、まあ、今日の仕事になってくるかなと思います。まあ、すると、もう少しこのドルが買い戻されてもおかしくもないかなとも思います。大きな下落トレンドの調整ですからね。もう少しまあこの調整のレンジ、値幅としては大きく見ていきたい。であればこれをロングで見ていくというのも一つの考え方ではあると思います。ただドルは弱いですからね。どこかで売られる場面はあるかもしれません。まあ、僕は個人的にやっぱりドルの売り場はね、変わらず見ていこうかと思いますけどね。ただまあ売り場を見ていくにしてもまだ抵抗見えてないですから、そういった難しさがある相場ということですね。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷え性が重ねています。まあ、円も少しこう買い戻しが強く出てきています。ドルよりははっきりトレンドが出てますね。波の反転も見えてきています。現在見ている流れはこういった上昇トレンドになってくるんですけども、直近の高値、このあたりを見ていくんであれば、まだ若干上げ余地あるかなといったところ。ただまあこの上げのペースですか、これはもうかなりのハイペースで上がってきてますから、まあ、一旦流れが止まってくると、まあ、今後は調整局面見ていくことになりそうで、まあ、この準備はしておいてもいいかもしれませんね。あとはもうこれ意識してね、高値から売っていくかどうかというところになってくるかと思いますけども、波の反転がすぐに見えるわけでもないですからね、無理にまあ高値からショート、円売りというのを意識しなくてもまだいいのかなという気はします。今日 CPI がありますからね、この CPI でまあ一つの決着、流れを見極めてから判断でもいいのかなという気はしますね。僕はもう調整レンジをこの後、流れは見ていきたいと思いますから、調整レンジということは高安が見えないとなかなかこうトレードが難しいと思うんですね。まだ高値も安値も見えてない状況ですから、少し時間はかかってしまうかもしれませんね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強軸チャートになります。昨日ですけども、あんまり動きがないですね。特にこう夜になって動かなくなってしまったというのがちょっとこう気になるところ。CPI 控えてますからね、こうなると動かないかなという気はしてしまいますね。先週の木金、このあたりと比べてもボラの大きさも全然違います。まあ、つまりは、まあ、CPI を控えてなかなか手が出しにくい、様子見している人がもう多いのかなという、まあ、そういった流れかなと思いますからね。これはもう CPI の結果を受けて、まあ、次のトレンドに期待をした方がいいのかなというふうに思いますね。はい、変わりまして、こちらがドル円の4時間足、シュワシュワ重ねています。まあ、昨日は全然こう動きがなかったということで、まあ、シュワシュ環境では何もこう動きは見えてこないですけどね。ただ、先週の動きがこれ大きなポイントですね。152円、これが直近の高値、そこまで到達せずで、まあ、売りが入ったということになります。この前には上昇トレンドありますから、波の起点はまだ割り込んでいないということで、このあたりで流れが止まってくるんであればね、調整の動き、例えば高安は見えてくることになるんですけども、まだこれ今週の値動き見ないとわからない。特に今日なんか CPI もありますからね。例えばこうドルが売られてしまったら大きな売りになって、こういった動きになるかもしれませんのでね、こうなったらまあサポートも見えなくなってしまいます。今週の動きはまだわからないですから、ここにサポートがあるかどうかもまだわからないんですね。まあ、ドルの弱さも今は見てますからね、どちらかというとまあ赤い上昇トレンドを見ていくというよりも、まあ、円も強い状況もありますからね、今はこの売りのトレンドを見たいなと、そういう環境かなと思うんですけども、ただもしここで流れが止まってしまったらサポートが見えてしまう場所にはなりますんでね、突っ込んだところでのショートになってしまうかもしれませんので、そういった、環境認識だけはしっかり頭に入れておきたいですね。
はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。まあ、冷やしを見ると大事なサポートを割り込んだということで、まあ、今はこの下落トレンドを見ていくことになりますかね。流れが昨日でこう止まったと考えるんであれば、調整の動きを見ていくことになりそう。トレンドは出てますからね、やっぱり売り場探しは変わりません。どこで売るかですね。昨日で流れが止まってきたんであれば、まあ、調整の動きを想定したい。例えばこういったのもね、フィボナッチ当てると、ある程度のこの波のサイズ感というのが見えてくるかと思います。まあ、すると例えばこのあたり、これが147円の真ん中あたりですね、もしくはこのあたり、これが148円超えてくるんですけどね、こういったところまでの戻りは全然あり得るということにもなります。売り場を探りたいんですけども、この売り場がまだなかなかこう見えてこないんですね。まあ、当然トレンドが出ているということであればね、積極的にこう売っていくのもありなんですけどもね、ただもしここで売ってね、強い反発、例えば今夜は CPA があるわけですからね、これでまあ強い反発なんかが入ってしまったら、あまりいいところでのこうショートというわけではないですし、突っ込みのショートが捕まってしまうということにもなりますから、まあ、こういった苦しくなってしまいそうなポジションというのはね、扱いは気をつけたいところですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくとも売りのトレンドしか見えてこないということで、流れが止まって、まあ、調整の動きですね。調整レンジもすごく狭いですからね、抜けてきてもおかしくないような状況だと思いますけども、ただ昨日は抜けてこなかったですね。もう少し動かないにしてもね、キビキビ動いてほしかったところですけどもね、昨日の動き見てるとも1日かけてこうダラ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 こう動いてるんですね。これではなかなかまあ手は出しにくいですよね。今日は CPI、まあ、当日ということもありますからね、直前にまあ少しこうポジション調整でね、動いてくることは全然ありそうですから、高安抜けてくることなんかはね、全然あるかと思いますけども、ただまあそれがトレンドにつながるかどうか、このも含めてまだわからないところが多いですね。下落トレンド見えてますからね、戻りよりは見ても面白いとは思います。例えば潰されたとかね、そういった、ね、動きが出てくれば、まあ一旦こうショートを狙っていくのもありだと思いますけども、ただ CPI まではもう大きなトレンドを狙っていくというのはちょっとこう難しい環境かなと思います。そしてまあ CPI ですね。これはもう大きく動いてくるかと思いますので、まあ、特にね、下落トレンド見えてますからね、こう戻りが入ってきた時には、売り場は丁寧に探りたいですね。逆に、突っ込んだ場面においては突っ込みのショートをしてしまう。まあ売り場はやっぱり見たいわけですからね。ついついまあショートね、追っかけてしまうこともあるかもしれませんけども、ちょっとまあ下げのペースも早いですからね、売りが入ってしまった際のショートはちょっとこう気をつけたい。やっぱりまあ丁寧に戻り売り、の場所を探りたいと、そういった相場かなと思いますね。あとは円がね、相変わらずも強い中で、ドルの方が今は少しこう調整で戻りが入ってるんですね。ドルの買い戻しが入っています。基本的にドルの弱さを見ていますから、こういった大きな下落トレンドを見ていこうと思えば、まあ、やっぱりドル売りが欲しいところですね。まあ、つまりこのドルの買い戻しが終わった場面において、まあ、ドル円はねこうショートを狙っていきたいということにもなってはきます。ドルの転換ポイントをしっかり探りたいですね。はい、変わりました。こちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷やしを重ねています。昨日のダウ平均、個人的にちょっとこう気になっています。というのも、まあ、CPI前ですからね、すごく動きにくい環境だと思うんですけども、かなりはっきりした動きが出てきました。下を試してダメだったといった形ですね。V 字で戻しています。サポートの強さを昨日の動きで一旦見ているんですよね。もともとチャートの方は上昇トレンドの押し目買い環境というのはあったかと思います。もう一つはまあこういったレンジもあったわけですけどね。ただ今回のこの動きでサポートがもし見えてくるんであれば、この高値圏を伺う動きは見えてくるかもですね。まあ動かなくてもいいタイミングでね、この安値圏を試したというのがちょっとこう気になるところではあります。まあ、少なくともね、高値からのこの売りのトレンドを見ていくには、昨日の動きっていうのはちょっとこうポイントとしてはね、大事なポイントかなと思います。抜けそうになったのが抜けなかったという動きになっていますから、まあ、ダウ平均に関してはこの波の反発、まあ、高値を伺う動きをね、少しまあ想定して見ていくことになるかなと思います。はい、変わりました。こちらが日経平均の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。日経平均の売りがちょっとこう止まらないですね。4万500円をつけた後、大きな下落になっています。現在も3万8500円近くまで来ていますから、まあ、3日間で2000円近く下げたということになるんですかね。ただ、パーセンテージにすると 5% 程度ですからね。そこまで大きな動きというわけでは実はないかなと。まあ、この1000円超の下落というのはね、例えばまあリーマンショックなんかの時もね、あったわけです。ただあの時はもう1万円を割れる株価に対して1000円下げる。まあ、10% 以上の下げということですね。そういったのと比べると、まあ、同じ1000円、同じ2000円の下落幅かもしれませんけども、割合としてはもう随分違いますんでね、まあ、これを大暴落だと見ていくのはちょっとやっぱり違うのかなと思いますね。まあ、リーマン当時から比べるとね、株価ももう5倍ぐらいに大きくなっているわけですから、それだけまあ変動幅というのはね、出てくるというのは抑えておきたいですね。ただ、まあ、サポート割れてるのはちょっとこう気になるところですね。上昇トレンドがまあ崩れてしまったという見方になってくるかと思います。
まあ、見ていくのはこの売りですかね、となってくると次にこう戻りが入ってくるとこれ初の戻りということになりますからね、戻りよりも見ていきたいと、ちょっとこう目線とした下に向いてきましたかね。昨日はダウ平均なんかもね、底堅い動きを見せています。であれば、まあ、どこかでこう買い戻しがあってもおかしくなかったようにも思うんですけどね、そういった買い戻しもなかった、まあ、昨日は日銀の ETF 買いもなかったということになりますからね、まあ、買い方にとってはもうしばらくしんどい状況は続いてしまうかもしれませんね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、1時間足に冷え性を重ねています、金相場もものすごく強いですね。特に先週まではこの上昇です。まあ、上げのペースも相当早いということになるんですけども、まあ、市場最高値、更新してきたのが先週の動きになります、今週なんですけどもね、このヒゲ先を超えてないですからね、高値更新は起こらずということで、一旦上昇は止められたと見ていくのが妥当かなと思います、するとまあ調整の動き見ていくわけですけども、これフィボ当てるとね、相当大きなトレンドになってくるんですよね、もし調整の動き見ていくんであればこれぐらいのレンジとかね、これぐらいのまあ調整、想定したいところということは2150ドルとかね、2130ドルとか、このあたりまでの押しはもう全然あってもおかしくないということになりますから、そこは注意したいところ。高値圏というのはね、やっぱりまあ意識したいところです。では、まあ、高値圏だから売りを見ていくのかどうかになるんですけども、まあ、これも難しいですよね、まあ、売りは入りやすい状況だと思うんですけども、昨日の動き見ていただいても分かるように、まあ、売り入ってこないんですよね。まあ、実際売り入ってないことを言うとそんなわけないと思うんですね。まあ、高値圏ですから売りは入ってるだろうと。ただこの売りが、チャートの方を崩すようなそういった規模感の売りになってないんですね。まあ、下がればこう買いが入ってくる存在も確かにあるということになります。ということはまあ売りが入りやすい状況で下がってこない。これはつまりまあもう少しこう上げの流れが出てくることになるかもですね。まあ、個人的には金を売っていくにはまだチャートの形が整っていないように思いますね。逆にショート勢が苦しい状況というのが明らかに見えていますから、まあ、苦しんでいる勢力とは逆な方向、つまりまあ買い目線で値動きを追っていく方が面白そうではありますね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、大きな下落トレンド、まあ、これを昨日で一旦止まったという見方でいいのかなと思います。ですから、まあ、今後は調整局面と、今日は CPM ありますからね、まあ、一旦戻りが入ってくれたら、まあ、売り場探しとしては、まあ、やりやすくなってくるんですけども、どうでしょうかね。目線は全然変わらないですね。サポート割れているという環境がありますから、まあ、CPI で戻りが入ってくるなら、まあ、売り場探し。CPI で下の方に突っ込んでしまったら、これはちょっとこう、手は出しにくくなってしまうかもしれませんので、まあ、様子を見ながら、まあ、丁寧にまあ売り場を探っていくということになりそうです。はい、あとはドルインデックスですけどね、こちらも一旦流れが止まっています。もう売りのトレンドもはっきり見えてますから、ドルの売り場探しは僕も変わらないんですね、ただどこで売るのかというのが問題で、今のこの場所というのは少しこう大きな調整なんかもね、意識してるんですね、なのでもう少し、ドルの買い戻しは出てきてもおかしくないかなと思います、この動きにまずは警戒をしていこうかなと。売り場は探りたいと思いますけども、例えばこういったところで売ってしまうとね、戻りに苦労してしまうことになりますから、もう少しこの戻りをね見極めたいですね。ただドルが弱い、ドルの売り場を探りたい、これは今のところまだ変わりません。 CPI でこうドーンと買いが入ってきたりなんかするとね、まあ、ちょっとまだ変わってくるかと思いますけども、これはもう CPI の結果を受けて、改めても判断はしていこうかと思います。今回は以上になります。夜の21時半、CPI があります。ポジション持ち越す場合は、十分注意はしていただきたいなと思います。それでは今日も頑張っていきましょう。